本日は IWCQ2016 Day2 の模様をお送りしております。先ほどの試合を振り返ってみて、リールベイトさん、いかがだったでしょうか？インツが取った構成としてはミッドと ADC にハードキャリーを置いて、ただその反面ボトムレーンはランページの方に有利があったんですが、最初のカウンタージャングルでカルマにダブルバフが当たってしまったために、ここがかなり厳しくなってしまった。さらにジャングラー同士でも差ができたことがミッドにも影響していましたね。中盤でインツゲームの進め方があまりうまくいかず止まったシーンがあったんですが、ただ時間が経っても、まあ、レートキャリーを置いているインツの方にどん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 有利がいってしまったのかなというようなゲーム展開でしたね。あそこのラプターのところの集団戦、あそこを反撃ののろしを上げるチャンスだったんですが、ヤンですね。ああいったシーンで集団戦ひっくり返していくのも一つランページのなんていうんですか、強さであり特徴なのかなというような、本当に惜しいシーンだったんですけれども、あそこで4人スタンを決められるという本当スーパープレーでしたね。スーパープレーでしたね。一つ、まあ、ブラジルというリーグの強さを、まあ、見せつけられたのかなという、はい、ところがありますよね。まあ、去年の WCS で NLCS と比較されるぐらいの強さを、まあ、ワイルドカードでありながら持ってるリーグでもあるんですよね。まあ、そんな中でランページ、まあ、今日は2敗してしまいました。先ほどロッキーもインタビューでですね、まあ、まずはプレーオフに向けてこれから頑張っていくので応援してほしいということを言っていましたから、まあ、今日本当に強豪の2つと当たりましたからね。まあ、まだ6分の2終わっただけですからね、うん、これから全然挽回できるチャンスもあるので、一つ気持ちを切り替えて頑張っていってほしいですね。そうですね。4位まで入れればプレーオフへ出場、その後決定戦を行って WCS への切符というところ、まだまだ、見えないわけではあります。むしろまだまだ見えている状況ですから、まだまだ頑張ってほしいですね。はい。さあ、それではこの後です。続いては IWCQ2016Day2 のマッチ5になります。東南アジア GPL 代表サイゴンジョーカーズ、そしてオセアニア OCL 代表のチフスの試合となります。こちら対戦のポイントどこになりそうですか？サイゴンジョーカーズは昨日のゲームでランページに対して負けてしまったものの、レーニングフェーズでの強さというのはかなり際立っていたのかなと。ここのところを生かしてまずしっかりとしたアドバンテージを取っていけば、集団戦もランページ上回れだと言ってもかなりやはりしっかりしていましたからね。まずレーニングでどこから崩していくのかというのが一つ気になりますね。どこから崩していくのかと。そして OCL オセアニア代表のチフスですけれども、今日1試合、昨日のゲームでは大敗したものの、今日1つ勝ち星をしっかり取っていったということで、まあ、一つ落ち着けたのかなと。さらに勝ったゲームではボトムサイドから作っていって旋の運用というのも一つ効いていたような印象だったので、このところもう一度続けていくのか、それとももう一つパターンとしてはミッドから作っていくというのも、まあ、僕はすごく期待しながらずっと押してるやつですね。はい、ここはちょっと見ていきたいなというのはありますね。なるほど。そうなると注目のチャンピオンなんかありますか？一つはどっちサイドでもいいですよ。チーフスでいうとやはりリサンダタリア、特にタリアは先ほどのゲームでバーンされていましたよね。OCL チーフスの試合ですね。はい、確かバーンでしたね。そこともう一つはバードを使って のレーニングでのプレッシャーというのも一つ魅力的だったので、そのあたりサイゴンジョーカーズとしてはどう対応してくるのかというのが一つ気になりますね。カオスラテンゲーマーズにボットレーンのやり合いを挑まれて、その上を行ったという内容でしたね。はい、変わってサイゴンジョーカーズですけれども、非常に印象に残っているのがローとハンイーアンで作ったトップレーンのその間を買いの強さを中盤までいかんなく発揮していたなという印象がすごくあるんですが、特に間を買い越光とのマッチアップだったので、時間が経てば経つほど 1v1 では苦しくなってくるんですが、その土俵に上がらずに自分たちで集団性をどん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 メイクしていくような動きがしっかりできていたので、
ここまた一つトップでアドバンテージを握ってからの集団戦というパターンも見られるかもしれませんね。もしかしたら狙ってくるかもしれませんね。可能性は十分あると思いますね。確かにあの時マオカイラストピックでエコに対して見えてから当てたピックでしたよね確か、はい、それで行って勝っていったというところはすごく残ってるんですよね。集団戦でのタンク性能、まあ、もちろんキャラ性能もありますがかなり印象的でしたので、こう初めて落とすね、やっとローを落とせたという印象がありましたよね。今度はどんなゲーム展開をサンゴンジョーカーズが、まあ、見せていくのかというのも一つのポイントです。その中で、サイゴンジョーカーのミッドレーナーが今回、ウォーゾーン、昨日は、ウォーゾーンが指導していたんですが、今回ロビタに変更ということなんですけれども、国内戦でも戦術面でしょうね、使い分けていたチームだったので、ここは一つ戦術とはまた違った構成をしていきたいんじゃないかなと。特にミッドを、国内戦でもビクターが得意なウォーゾーン選手に対してロビタ選手はマルズハールを使ってゲーム展開していたプレイヤーなので、あとなんかバルスも使えるらしいですね。レーニングアドバンテージ取っていくスタイルなんでしょうね、おそらく。もしバルス出てくるとしたらどんなマッチアップが考えられますか？バルスはやはり強みとしてはポークと、あとエンゲージも行えるチャンピオンとなっているので、ただ今のメタで言うとその分ダメージソースとして魔力的な要素をどこで補っていくのかというのがちょっと難しくなってくるのかなというのはありますね。ジャングラーの範囲案にエリースを持たせるかというのも一つの手なのかなと思いますが、まあ、どんなピックをしてくるかまだ分かりませんからね。ただ昨日からこう変化を加えてこよう、ランページにいっぱいした後に何かしら作戦を変えてこようという姿勢をまず一つサイコンジョーカーズが見せているというところですよね。はい、特にサイコンジョーカーズはトップとボットではランページに対してアドバンテージを取っていったので、さらにミッドにレーニングからアグレッシブなプレイヤーを入れて一気に何て言うんでしょう、全レーンからアグレッシブにプレッシャーをかけていこうという狙いがあるのかもしれませんね。そしてこちらチフスのスターターになります。あ、先ほどタリアを使っていましたね。そうですね、失礼いたします。スイファーがタリアを使用していました。そしてビクターですか。スプークスはまだレクサイしか使っていない。先ほどスプークスのレクサイ、そしてエジムのこの2つで作り上げていくプレッシャーが非常に素晴らしかったですよね。そうですね、ここのところもう一度しっかりと自分たちの形を取れるのか、やはり有利を取ってからの展開というのは非常に素晴らしかったので、ここまず先手を取れるかというのがこのゲームでも重要になってくるのかなと。まあ、一つバードで先ほどは先手を取ってくるという形を見せてはいましたよね。はい、ただこれはボットレーンですよ。ただサイゴンジョーカーズは昨日トップレーンからまず意識して、一つ有利を作っていったわけですよね。ここの差異をどういうふうに、作戦で変えてくるのかというところですよね。やはり選ぶチャンピオンにもよると思うんですが、同じように魔王界であったり例えばシェンのようなチャンピオンを取った場合、トップで作った差をボットや、まあ、ミッドゲーム全体に広げやすいんですよね。対してボトムサイドでアドバンテージを取った際はタワーを折ってからのローテーションというのが、まあ、一番シンプルなアドバンテージの広げ方というなっているので、ここのところドラフトが一つ注目のポイントですね。さあ、それではドラフトを見ていきましょう。ブルーサイドがサイゴンジョーカーズ、そしてレッドサイドがチーフスです。まずは番カシオペア、今回カシオペアの番そしてピックかなり頻繁に見ますね。そしてさらにデイ2になってからこうどんどん増えてきた印象ありますね。先ほどの試合でも素晴らしいポテンシャルを発揮していました。そしてカルマ、レクサイ、レクサイ、ここまでのところスプークスが続けて使用していましたから、ここで一つチーフスは変えていかなければならない展開に追い込まれたというところもあります。そしてブラッドミアをバン、ブラッドミアもかなりバン多いですね。さらにピックされた時の活躍が本当に印象的なので、パープルサイドとしてはまあバンしていくのも納得できるかなという感じですね。
さあ、そしてシェンを番で続けていきます。そして最後チーフスのラスト番になります。これはエリース、グラガスピックが非常に早かったですね。レクサイが消えました。エリースが消えました。じゃあグラガスだよねというところですね。スプークスもタンクチャンピオンのジャングルを得意としていましたから、そこから取り上げたという側面もあるでしょうか。さあ何を取っていくのか、イレリアが見えていますか。ここで先スワイパーはトラインダメアを見せるの好きですね。彼の得意とするチャンピオンだそうです。出してはきませんがね。キックしてくれると少し面白いんですけどね。さあ、おっと、イラオイが見えています。スプークスは今ら悩んでいるか。ここは悩んでいるということは、ジャングラー取りますか、どうでしょう。相手が先にジャングラーをピックしている分、ここでわざわざピックする必要もないので、欲しいのを取ると。そんな中で取っていたのはナー、そしてシビアです。ナーは先ほどのゲームでもレーニング、そして集団戦とかなり活躍していましたからね。ここにどんなチャンピオンを返していくかで、例えばメレーチャンピオンはかなり出しにくくなりますよね。例えばどんな、例えばトランドルを出した場合、トランドルであったりイレリアを出した場合、早い段階で一度眼光を決めておかないと、その後のスプリットナーが圧倒的に有利な展開で進められてしまうので、まあそういった単系のメレーのチャンピオンは出しづらいということですね。そしてシビアの狙いは何になるでしょう。一つまずレーンから主導権を握っていきたいのかなと。さらにシビアは構成としてエンゲージにもディスエンゲージにもどちらにも強いチャンピオンとなっているので、まずは一つ抑えていったような形になってますね。なるほど。そして返す形でエコーリサンドラ、いやー強力なエンゲージが、特にエコーはナーに対してもかなりレーニングでやっていけるチャンピオン、序盤は多少きついものの、ソビができてくるにつれてソロキルも狙っていけるチャンピオンになっているので、ここはトップレーンでのその心配などはなくなってきたのかなと。さあ、そして続ける形でバンは何になるのか。ジェイスが見えていますね。ここ何を取ってきそうで、ここでもうほとんどの構成見える形になりますよ。そうですね、特に最後のジョーカーズ、ここまでのところかなりハードエンゲージの構成を揃えてきているので、少しでもサポートにはディスエンゲージ要素のあるチャンピオンが欲しいのかなという感じはありますね。さあ、このタイミングで取ってきましたタリアです。リサンドラに対してのこのタリアどうなるんですか。両チャンピオンとも非常にサイドに動いてアドバンテージを広げていく、アドバンテージを狙っていくチャンピオンとなっているんですが、プッシュ性能という面から見るとタリアの方が少し強いのかなと。そうなると先ほどのチーフスとカオスラテンゲーマーズの試合ではないですけれども、リサンドラ動けなくなるのではという気がしますね。そこに対してテレポートを持って対応していくようですね。もうすでにサモナスペル選択していますね。さあ、そしてサポートはアリスターです。最後のジョーカーズ、ここで一つ構成が出揃う形になります。アッシュブラウム、徹底してエンゲージということですか。ある意味でどのチャンピオンからでもエンゲージできるぐらいかなり多い CC を用意してきましたね。全員が何かしらの強力な CC を持っていますね。さあ、ロックインです。これに対してチーフスどう返していきますか。ここまで強力なエンゲージを用意されると、おー面白い。相手のエンゲージに対して裁くというよりはアルティメットを使って受け止める。はい、なるほど。キンドレッド選択されれば IWCQ 初ピックですよ。決めそうですか。ただこうなると少しタンク要素も薄いのかなという印象もあるので、ああ変えてきましたね。グレイブス、おお、なるほど。なるほどというのは、一つジャングラーのところをカウンター、
ジャングルで抑え込みに行って序盤まずアドバンテージを握っていくところからゲーム展開狙っているようですね。スプークスが一つチーフスの起点になりそうだということですね。さらにチーフス、あの国内大会の決勝第1戦では全連アドバンテージを取ってからのこのグレイブスを使った相手ジャングルへのカウンタージャングルで序盤の展開取っていったというゲームもあったので、今回もそれを狙ってきそうですね。なるほど、スプークスに信頼を置いているということですね。さあ注目はロビター、そしてスイッパーです。あ、失礼いたしました、スワイパーですね。ちょっとね名前が似てるんですよ今大文字になってちょっと焦ってしまいました。スから始まるプレイヤーが3人いますからね大変失礼いたしました。さあそれではお互い出揃っての構成です。まあ聞くまでもないのかもしれませんが、サイゴンジョーカーズの狙い何になるでしょうか。やはりサイゴンジョーカーズはもう明らかにハードエンゲージ、エンゲージですね。自分たちから仕掛けて一気に飲み込んでいくような構成になってますね。さらに各レーン CC が多いことからレーンでのセットアップもどこからでもゲーム作っていけるだけの構成を整えてきています。対してチーフスとしてはそもそもガンクの起点となるグラガスを抑え込めるかどうかがかなりキーとなってきますね。そのためにグレイブスという強力なカウンタージャングルのチャンピオンを配置しているので、そこがまず序盤のキーとなってきそうです。さあそれでは見ていきましょう。 IWCQ2016 Day2 マッチ5、サイゴンジョーカーズ VS チーフスの試合スタートです。さあまずは一つジャングラー同士のやり合いというところが見て取れるかもしれません。ドラゴンはオーシャンドレイクからです。さあスイファー面白い位置だ。ただセレブリティも警戒はしています。序盤のゲーム展開チーフスがゲーム早い段階だけで言うと全連押し込めるマッチアップになっているので、ここを生かしながらスプークス選手がどれだけ相手のジャングルにプレッシャーをかけていけるか、逆にハン・イアン選手としてはそのプレッシャーをかわしながら前のめりになったレーナーに対してガンク決めていけるかというのが一つポイントとなりますね。すべてのレーンでプッシュしてのけれるということですか。はい。さあキーストーンが公開です。スプークスサンダーロード、やはりジャングラーに対してできる限り勝負仕掛けていこうというような狙いがキーソンからも見て取れますね。さあ勝利予想はチーフス 73%、 サイゴンジョーカーズ昨日非常に素晴らしい試合をランページと行っていましたが、そんな中で上回りますか。今日の試合のところで素晴らしい形を見せていたのが効いているのかもしれません。お互いのジャングラートップレーンサイドからのスタートになります。さあローとスワイパーのレーニングです。押し込んでスワイパーが押し込んでいければジャングラーのところでも有利広げる形が取れます。やはりサイドレーンよりはミッドレーンがどれだけ主導権握れているかでジャングラーの行動範囲というのがかなり影響してくるので、ボットレーンのところではセレブリティとスーの2人がチーフスの2人を押し込んでいますね。この状況が続くとスプークス選手が相手のボトムサイドのジャングルに対してプレッシャーかけていくのが難しくなってしまうんですよね。となるとどうでしょう、スプークスの動きが悪くなるとこうカウンタージャングルというのが一つの狙いだったわけですけれども、ハン・イアンに普通にファンもされてしまいますよね。そうなってくるとその後のガンクのセットアップ、そして集団戦でのハードエンゲージというのが狙い通りになってしまいますよね。それに対し狙っているが27、取りきれなかったか。スマイトミスあわやというところでしたが、ハンヤなんとか抑えることができました。しかし、カウンタージャングルを行っていたのがジャングラーではなくミッドレーナーでしたね。かなり動いてましたね。プッシュして時間的に余裕があるんでしょうが、あまりこの時間帯で敵ジャングルに対してプレッシャーかけるミッドレーナーというのは見ないですよね。さあハン・イーアン仕掛けるでしょうか。チーフスが
こう押し返そうとしているところのカウンターです。さあエジム仕掛けていきました。ここにハンヤもちろん入ってくる。狙っているのはエジムです。フラッシュイン、いやしっかりとボディスラム合わせていきました。もうフラッシュはありません。スローが入る。セレブリティのスローが入る。ファーストブラッドはサイゴンジョーカーズ。今のところはグラガスがレッドバフを飼っていたという情報入っていた。要するにボットサイドに敵ジャングラーがいるというのが分かっていた状況だったので、少し安易に仕掛けに行ってしまいましたね。さあトップレーンのやり合い、ロー強気に返していきます。スプークスはこの位置です。ボットレーンのところを見てカウンタージャングルを行っていますね。ロビタテレポートミッドレーンに使用しました。この後ハンイアン選手もトップの自陣ジャングルにファームしに行くんですが、その頃にはもうウルフはない状態。逆にウルフの魂で場所を確認されてしまいましたね。さらにはトップレーンサイドのリフトスカトルのコントロールに入ります。まず一つサイゴンジョーカーズとしてはボトムサイドでアドバンテージ作っていくことができました。さらにレベル6になった後のアッシュのアルティメットというのもあるので、ここのところは早く一つ返すアクションを取っていきたいですね。チフスボットレーンに介入するべきだと。一度介入してこの差というのをイーブンに戻しておきたいところなんですが、ただこの時間帯グレイブスというチャンピオンあまり強いわけではないんですよね、ガンクをするのが。なるほど。どこから狙っていけそうですか。今スプークスを上げましたけど、ジャングラーの介入以外にもまあセイファーが行くのも手かなという気もしますが、特にトップレーンでは先ほどからダメージ交換が頻繁に行われているので、体力が削れたタイミングでトップにガンクを仕掛けて決めていけるとまた一つ流れは変わってきますね。あ、トップレーンでもいいということですか。はい、ただそうなるとボットレーン放置してしまうとこれ差がどんどん広がっていくんじゃないですか。 CS さんもだんだんとつけられていますし、セレブリティ BF ソード変えてますからね。この時間帯でのこの装備差というのはかなり大きいですね。ここはさあトップレーンのやり合いを行っています。ジャングラー、いやこれはスイッカーがウィーワーウォールで一直線にやってきてローにフォーカス合わせていく。なんとかフラッシュアウトを選択しています。 Q の回収はできた。もう一度スワイパー投げれるでしょうか。ミニオンがやってきてしまった。キルには繋がりませんでした。うまくうまく逃げていったのはローです。今レーニングにロビダ選手が TP を使っていたので、先にローミングしたとしてした場合 TP で合わせられることができない、その瞬間を狙ってガンク狙ってきましたね。さあトップレーンを狙っていきましたがうまくいきませんでした。そしてボットレーンではやはりサイゴンジョーカスが押し込んで押し込んでCS のユーロを広げるような動き取っています。スプークスはカウンタージャングルに徹していますね。一つ狙い通りジャングラー同士のファーム差というのはつけれていますね。ここに加えてしっかりとこのハンイアン選手の動きというのを把握していけると、かなり最後ジョーカーズとしてはガンクを決めていきづらい状況ができていくので、ということはバーディングですか。バーディングはしっかりとしていきたいですね。誰がどこにするべきです。やはりスプークス選手がカウンタージャングルした際にそのついでのような形でワード刺していけると理想的ですが、バーサーカーグリーブスを選択していますから、まずはファームということですかね。ただスイファー選手もかなり先ほどから敵ジャングルで入っていくような動きを見せているので、可能であればスイファー選手が行うのもありなのかなという状況ではありますね。なるほど。さあレベル6になりました。スプークスレベル差をハンイヤーにつけています。カウンタージャングルファームに徹してきた、ここまでのところの動きをここからどう活かせるか。ミッドレーナーもレベルは6、スイファーは先ほどアルティメイト使ってしまったので今ウィーバーウォールはありません。お互いミッドレーナー、ここからサイドレーンに対する影響を及ぼせていけるチャンピオンです。ボットレーンも同じようにアッシュのレベルが6、アルティメットを使えるようになったので、ここは一つハンヤ選手ボットサイドでのセットアップ狙っていくような動きを見せていますね。
さあロビタも参加ですか。テレポート上がっていませんから、まあ、歩いてという形ですね。いやピンクワードもしっかりと刺さっているのでこれ視界気づけませんよ。ただミッドレーンがいないという情報はあるはずですが、エジム仕掛けている。さあロビタがこの位置です。次のブッシュにはワードがあります。レーンはプッシュしている状態ですが、範囲はこれタワーダイブ狙っていますね。ただワードは気づけました。チーフスなんとかタワーダイブは避けられましたが、ファーストタワーを狙いに行く OK ですね。ただミニオンウェーブが少ないでしょうか。ここにスプークスも参加します。今のところアリスターのレベルがまだ6になっていなかったというところで、タワー下で耐えるのはかなり厳しかったですね。さあ一度ミッドレーンに戻っていきます。その間にもスイッファーはファームを進めていたという形になるでしょうか。トップレーンのところからローがミッドレーンへとローミングしていますが、これワードでは見えています。プッシュをしてから余裕を持って下がっていきますね。スプークスもきっちりカバーに寄っています。ここからチーフスとしてはミッドのアルティメットがまた上がったので、これを生かして動かしていくのが一番現実的なのかなという感じですね。さあお互い動いてはいますが、ファーストブラッド以降いまだゲーム展開大きくは動いていません。ただファーム差というところでスプークスが大きく上回り、逆に最後の上数はセレブリティがレーンで CS 差をつけているというような状況です。このままゲームが進んだ場合、相手のハードエンゲージに対してチーフスがドラフトのところでしっかりとした対応ができていないので、できていない、カウンターエンゲージであったりディスエンゲージの要素があまり十分とは言えないんですよね。スーパーハードエンゲージチームですからね。ここのところどうさばききるのかというのがかなり難しい問題となっています。さあスワイパートップレーン、いやトップレーンでもボットレーンもどちらでも仕掛けている。まずはチーフスボットレーンからセレブリティを狙う動き、これはキルが取れそうです。逆にサイゴンジョーカーズはトップレーンでローがキルを取っています。トップレーンとボットレーン、レーンは違いますが11交換です。タワーに触っている、トップレーンとタワーに触っているのはサイゴンジョーカーズ。ボットレーンは人数差があります。3人で触っています。これどちらかが降り切ればファーストタワーのボーナスを得られます。トップレーンの方が速そうですけど、いや3人いるだけあって追いつきそうですね。テレポートを使って無理やりミニオンのダメージを隠さないが、いやここはさすがは人数差、先にタワーを割れたのはチーフスです。一つタワーシージという面ではグレイブスがかなり優秀なチャンピオンとなっているので、そこの差が出たようですね。さらにそのままドレイクにつなげられそうですよ。さあトップレーンのシーンですね。フラッシュも使っていましたから、完璧なバンクでしたね。ただその分チーフス大きくこれ返せたんじゃないですか。特に大きかったのはチーフスとしてはボットサイドがかなり劣勢だったところをひっくり返したというのが大きかったですね。ここからどういう展開になりそうですか。ファーストタワーがトップレーンとボットレーンでこう互い互いになってますけれども、折れましたよ。このままボトムサイドで2対2を続けると、後ろにタワーがない分サイゴンジョーカーズとしては不利なレーニングになってしまうので、ここはあまりプッシュができないですよね。相手のプレッシャーが強くて、どちらがですか。最後のジョーカーズとしてはプッシュがあまりできない状態が続いてしまうんですよね。下げざるを得ない。ボットレーンの2人がですよね。はい、それを回避するためにまず敵ジャングルにワーディングを仕掛けていくようですね。一度押し切ってボットレーンのセレブリティとスーリコールを選択してますね。これ下手をすると CS 追いつくんじゃないですか。レイズとエジムどうでしょう、プッシュをしているのか、それともゆっくりとファームをしているのか。押し切りましたか。押し切ってからのミッドへのローミングを狙っているようですね。プレッシャーをかけてファームをするというよりかは、さらなる次の展開を狙っているというべきでしょうか。さあミッドレーンに集まっています。チーフス、エジムのW 級から仕掛けていきました。 W のスネアがつながる、石畳も入っていますが、ここにテレポートが入ってくる、ローが飛び込んでくるところ、いやここはキャンセルしました。これは守るようなテレポートでしょうか。そうですね、
相手が仕掛けたことに対してプレッシャーをかけていくようなテレポートを使っていきましたが、ただあまり睨み合いを続けるとエンゲージ要素の強いサイゴンジョーカーズに、まあ、かなりチャンスが生まれるので、この時間帯はできるだけ睨み合い集団戦は避けながらローテーションで勝負していくのがチーフスとしては理想なのかなという感じですね。ただ今ロビタを狙っていきましたよね。あそこで一つ落とせていればそのまま CG までつなげられたんですが、そこまでは いきませんでしたね。ただミッドレーン強引に押し込んでいきます。そしてもう一度エジミが来る。ブリンクはさせない。アルティメットを使ってロビタなんとか回復はしていますが、アルティメットを使ってエジミのタワーを受けながら、ただここはフラッシュアウトを選択します。さらにはブリンクイン、いやブリンクアウト、そして氷河の烈光から入ってくる、後ろから入ってきたスー、そしてヒャーランを、いやハンインヤを退けるような動きです。さあそしてもう一度スイフはうまい石畳、そしてさらには W のノックアップで生き残りましたか。先ほどのところからスイファー選手の W のノックアップの精度がすごいですね。3連続でかなり難しいスキルショットになっていたんですが、きっちり当てていきました。さあ仕掛けていったところ、チーフスなんとか1キル回収ですが、体力差がありましたね。下がる形になりました。そしてセレブリティとスーが狙っているぞ。やったらここはレイズしっかり下がります。チーフスはミッドレーンをこう徹底的に狙っていきますね。どちらかといえばボトムサイドはあのタワーがないプレッシャーを生かして押し込んでからトップにローテーションしていくというのが、まあ、安全なのかなという感じですが、このロビダ選手を徹底的に潰しに行ってますね。いやアイジム先にスタンを使ってしまったんですね。後ろから帰ってきたハンインヤンを氷河の烈光で退けながらでしたが、最後ローあと一発。お互いのファーストタワーを割ったサイズ、トップレーンはサイゴンジョーカーズ、ボットレーンはチーフスがこうローテンとして動かしているような感じがありますね。ただこのまま膠着状態が続いてしまうとやはり集団戦。さあ仕掛けていくのはロビタです。スイファ捕まえているんですが、もう一度ノックアップから、そしてスプークス少し無理をしてしまったか、囲まれてしまってのキル。これはサイゴンジョーカーズローが取っていきました。そのままミッドレーンの CG 行きたいですが、ここにはスイファがいます。そして裏からはエジム、アルティメットあります。さあ捕まえたローです。ただクロノブレイクあります。当然アルティメットで戻っていく。先ほどからチーフスもあと一歩というところまで集団戦 の状況を作れているんですが、ただ CC の多いサイゴンジョーカーズとしては相手のジャングルミッド ADC と狙いどころが非常に多いドラフトとなってしまっているんですよね。さあ仕掛けていく形、戦機の号令使いましたが、スーはフラッシュアウトです。さあブリンクインからおごりでスイッカーを寄せて、これはイージーキルになりそうか。先ほどフラッシュは使ってしまっていました。キルを取っていくのはロビだ。ここに来てサイゴンジョーカーズが自分たちの攻勢の強みを生かして少しずつアドバンテージ握っていく展開が続いてますね。こうチーフスも仕掛けているんですけど、やっぱりサイゴンジョーカーズが同じような動きをすると決まってしまうんですよね。安定感で言えばやはり CC の多いエンゲージ構成のサイゴンジョーカーズの方が決めやすい構成となっているので、まあ、そこがやはり一番出ているのかなというようなゲーム展開になってますね。チーフスとしてはカウンタージャングルができていた、スプークスが育っていた、これを生かす動きというのが一つ見えてこない、まあ、ボットレーンの破壊のところはうまくいきましたが、それ以外のところはちょっとこうミッドレーンに仕掛けては弾かれ弾かれというところが続いている印象ですが、これどうしたらいいんですか。一つはこのミッドレーンを潰しに行くというのを一度捨てて、まずトップにローミング、次のターンを狙っていくことによってスイファー選手の機動力というのが生きる展開を作れるんですね。まあ、今先ほどからウィーワーボールほとんど使っていませんからね。はい、
だから集団戦を仕掛けるというよりかは、ミッドレーンを狙うというよりかは、こう、サイドレーンをチーフスは狙った方がいいんではということですよね。さあ、スワイパー、これはレッドバフを先ほど獲得したことを生かして仕掛けていっている 1V1 でローを落としそうな勢いだ。ただここは、なんとかフラッシュアウトを選択して逃げていった。そして、チーフスミッドレーンでも仕掛けている。攻撃的ですね。徹底してミッドを戦場としたいようですね。ただやはりタリアのアルティメットを使うのであればミッドよりサイドレーン、逆にロビタ選手のリサンドラのアルティメットはミッドレーンで活用しやすいスキルとなっているので、少し自分たちの強みではなく相手の強みの部分で戦ってしまっているのかなという感じが否めませんね。さあ、もう一度ミッドレーンに集まる形になります。サイゴンジョーカーズはこれはヘラルドを取りに行きますか。ただワードはあります。スワイパーはリコールからボットレーンへローテーションした形、そしてローもボットレーンです。もう20分になりますからヘラルドはお帰りになりますね。ここでようやくトップのタワーを狙っていく選択をチーフスがしていきましたね。ただそこにロビダがいますよ。スプークスを罠を張っていますね。ハインヤ、そしてスモークで、これはアルティメットの音もしましたがスプークスに当たっていませんね。セレブリティアローを打ちましたがスプークスに当たっていません。おお、ここからサイゴンジョーカーズとしてはミッドのテレポートを生かして131の形を作っていくようですね。ロビタがトップレーン、そしてローがボットレーンという形。ただスワイパー非常に強いぞ。フローズンマレットが効いているようですね。ロータワー下まで押し込まれている。そしてそこにスイッファーが加わる。さあウィーワーウォールからタワー下から弾き出すような形、さらにはキルも狙っているでしょうか。この位置です。さあタワーに CG 仕掛けていっています。ミッドレーンは3人体制で守っているチーフス。サイゴンジョーカーズ、これは何もできないでしょうか。ロビダテレポートもあるんですが、トップレーン押し込んだ後下がるしかありませんか。ただここ早くスワイプ、おっと逆にミッドレーン捕まえている。石畳、さらにはノックバックのダメージ、イグゾーストからキルを取っていくのはエジム。そのまま集団戦、ただここにスワイパーも入ってくる。ブリンクインから一気にリサンドラのダメージを与えていきたいですが、ここはローアルティメットが戻っていったが、ここはスワイパーが止めている。 CC が重なる。ここはたまらず範囲やおごりを使ってディスエンゲージをかけます。2キル獲得はチーフス。2位置交換、一瞬の隙をついて先ほどからずっと狙っていたミッドでの集団戦をまずチーフスが一つ決めていったと言えるんですが、ただオブジェクトには、いや繋げそうですよ。ミッドのタワー取れるとかなり大きいですね。範囲はなんとか止めたいですが、石畳ゾーニングがある。破壊しきりました。ミッドレーン獲得はチーフスです。こうなってくるとミッドのスイッファー選手の行動範囲がかなり広がる。ワーディングも視界も取りやすくなるということで、また一つタリアを生かせる状況が作りやすくなってきましたね。そうするとその各レーンの担当はどうなりそうですか。チーフスはテレポートはトップレーナーしか持っていませんが、あ、ミッド仕掛けたシーンですね。まずはリプレイ、ちょっとセレブリティ立ち位置が甘かったかなというような感じはありますね。その後のサイゴンジョーカーズの返しも素晴らしかったんですけど、あと一歩足りず 1-2 交換というような形になりましたね。さあそして、ここからのローテーションですよ。トップレーンはまず押し込んで、ミッドレーンにはレイズ、そしてボットレーンには引き続きスワイパーですね。これは 1-3 それとも 1-4 になりそうですか。今は形としては 1-4 なんですが、サイゴンジョーカーズが 1-3-1 を仕掛けてきた時に相手の2人のサイドレーンに対して対応する人間がもう1人必要になってきますね。どうすればいいんですか。どちらかといえば、まあ一つ対応策としてはロビダ選手が一定レーンにスイファー選手も合わせていくのがまあ安全なのかなというような感じあります。ああ、なるほど。テレポートはないですけども、ウィーバーボールで戻ってくるようなイメージですか。はい。さあレッドのコントロール。
そうなった場合、ミッドの 3V3 のところでも最後のジョーカーとしてはエンゲージする要素がまだ残っている。そしてエンゲージをすれば2つの TP を生かして一気に集団戦という形が作れるんですよね。ただ先ほどからサイゴンジョーカーズ先に仕掛けられてなくないですか？これは多分かなり予想外だと思いますね。相手のかなり攻撃的なエンゲージに対して少し面を食らってるような印象もありますね。なるほど。ってことはチーフスのこの構成とはちょっとまあ違う動きといいますか、強気な動きが逆に効いていると。はい。さあそのままマウンテンドレイク高で見えてはいます。サイゴンジョーカーズ分かっているはずですが取れませんね。しっかりとスプークスが抑えます。マウンテンドレイクからのもう一度マウンテン、ロビタのおっと仕掛けていったが、ここはエジム、アルティメットがある CC 解除お手の物、エンゲージはさせません。ただ今のワンプレーでアッシュのアローは落ちたものの、アリサのアルティメットもなくなったということで、アリサのアルティメットが上がるまではナー以外の4体はフォーカスの対象になるんですよね。そしてエジムも狙えるということですよね。だからこそ積極的にサイゴンジョンカス相手の森へ入っていって視界を抑えていく、さらにはピックアップを狙おうという形ですね。スワイパーはサイドボットレーンへ。さあジャングルの中エジム捕まった、今度は逃げられない、キル獲得はロー。先ほどのセレブリティ選手のアローは、まあ一つこういった状況を狙ってのアローと言えますね。さあさらに強気に前に出るハンイアン、おごりはあるぞ。ミッドレーンのプレッシャーが凄まじい、ダイブも警戒しなくてはいけません。たまらずスワイパー戻ってきます。ボットレーンにはビッグウェーブ、これバロンは触ってはいませんがトラップですか。セレブリティだけバロンサイドというのを立ち位置も面白いですが、リフトスカトルのコントロール、ウィーワーボールから、これはどうなる、狙っていくのはどこになるか。氷河の烈光から、いやここはレイズしっかりとシールドでかわしている。スプークスに対してイグゾーストは入っていますが、まだ捕まえきれていないのはサイゴンジョーカーズ。逆にスワイパーが反転でローを削っている。そしてミッドレーンも押し込んでいるのはこれはチーフスです。エンゲージを全てさばいたと言えますね。このままタワーへのルートをカットすると2本目のタワーは確実に取れることになりそうですね。ミッドレーンにサイゴンジョーカーズ寄れない、セカンドタワーをフリーで獲得。サイコンジョーカーズとしてもかなり面白い待ち方をしていたんですが、うまくさばかれたことによってミッドのセカンドタワーを失ってしまいました。さらにおっとここは、いやーレイズ素晴らしいシールド、アローを無効化しました。ここまでのゲーム展開、サイゴンジョーカーズエンゲージ構成という強みをまだ十分には生かしきれてないのかなと。ただ劣勢であっても、構成的に集団戦がメインのチームコンプとなっているので、まだまだチャンスはある状況ではありますね。ただだんだんと26分ですよ。現在グローバルゴールドでは2000ゴールド近くですか、チーフスが有利を取っていますが、このままレートゲームになっていくとどうですか。レートゲームまで入った場合、サイコンジョーカーズとしても後半のダメージ少し落ちてくるので、そこまでいけばチーフとしても安全に集団戦自分たちから作っていけるのかなと。スプークス冊子を購入しましたね。これはロービダのエンゲに対しての警戒でしょうか。さあトップレーンローを捕まえているのはエジム、そしてレイズです。そしてバロンの周辺でも駆け引きが行われています。これはコラテラルダメージのノックバックを使って無理やりスプークス逃げていきました。そしてスワイパーはボットレーンを、一つローテーションのところでチーフスが上手と言えますね。この展開は相手をしかも退けるというよりかは、まあ、ぶつかっていきながら、なんて言うんでしょう、力強いローテンションというべきでしょうか。そしてトップレーンも破壊できますね。ウィーバーウォールを使って相手を寄せることさえしません。そしてボットレーンでは有利を取っているスワイパーが押し込む形です。レベル差もあります。14対15。このままではさすがにサイゴンジョーカーズまずいのではないですか。タワーがバキバキ折れてますよ。
そうですね、自分たちの集団戦の形を全く作れずに、ここに来てローテーションで一気に流れを持ってかれているので、できるだけ早く一度しっかりとした集団戦を行っていきたいですね。エンゲージが肝ですよね、何にしても。ただそれが行えていません。こうしてトップサイドのジャングルに何度も何度も入っていくような動き続けているんですが、それから実っている成果があまりありませんよね。狙いとしてはおそらくこの辺りの視界を制圧してバロンベイトの集団戦というのを狙いとしているんでしょうが、チーズとしてもその辺り読んでいるのでうまく決まらない状況が続いていますね。豊富なエンゲージスキルは持ってはいるんですが、単純にセレブリティ選手のアローからエンゲージをすると考えた場合、アリスターがブロック、シビアの、マナシールド、スペルシールド、そしてスプグズ選手も殺傷を買っているので、決まりづらい状況になっているんですよね。そしてスイッファーもクレンズですね。その分、ハイイアン選手がどこまでエンおっゲージと、決めアローていかけらるのか。反転、エジムが捕まったが、アルティメットがあります。ローがバックライン、レインズに対して、今回は成功しそうです。一気にレインズにフォーカスさせて、キルを取っていった。ただし、ウィーバーウォールでスイッファーも寄ってきている。分断する状態になっているが、ロービダにはゾーニャがある。時間を稼いでいる。なんとか逃げたいところ、ブリンク間に合ったが、なんとか仕留められるでしょうか。スイッファー、ここは仕留めました。11交換、まだ11交換です。まだ戦える。ローが前に出る。スイヒファー。スタンは入らなかった。ツーが前に出ますが、ちょっとローコミュニケーションでしょうか。アルティメットに戻ってしまいました。もう一度前。ただもうアルティメットはないぞ。ヒールを切っている。ギリギリ生き残りはした。ただ今回スプークスとセレブリティがしっかりとフォーカスしていた。さらにはタワー下、スワイパーを捕まえている。ダブルキルはセレブリティ。かなりギリギリのところでしたが、ここに来てようやく自分たちの形で集団戦勝っていくことができましたね。強引なエンゲージから危ういところでしたが、これでミッドのファーストタワーつなげられました。サイゴンジョーカーズ、やっとですかね。かなり長かったですね。そしてそのままバロンを触っています。ただこのバロンは少し危ないんじゃないでしょうリスか。クがありますか。さあ、ワードで確認されました。残り4戦。さあ、寄ってくる。まずはセレブリティを跳ねのけながら、スイッファーがダメージを出していますが、ここにスプークスがいないとなると、やはり厳しいか。相手を押し出しながら、しっかりと、ドラゴン、いや、バロンを獲得したのはサイゴンジョーカーズです。これを逃がしたくはないシチフス。なんとか、一人多くでも仕留めていきたいが、ここにアローが入る。スー、逃げられないとは思いますが、時間はしっかりと作っていますね。さあ、ここはスイッファーが抑えます。今のところもかなりリスキーなバロンの選択だったんですが、しっかり取れたことによって、この後のタワー CG というのが、タワー CG でテンポアップ狙っていきますね。さあ、エジムが捕まったところから、ここ、初めてでしょうかね。レイズにしっかりとしたダメージが入りました。ただここからのスプークス選手のダメージも凄まじいんですよね。このウィーバーウォールがなくなった瞬間からまた変わってくるんですよね。さあ、マウンテンドレイク触っているのはチーフです。そして続いてはエルダーになります。3つ目のドラゴンバフです。この時間帯に入って、本当に集団戦、両チームとも集団戦で一進一退の攻防が続いてますね。お互いかなり戦っているというところもあり、装備もだんだんと揃ってきましたね。そしてロビタのボイドスタッフが完成しましたか。ここからの2分半というのは、バロンバフを持っているサイゴンジョーカーズがどこまでタワーを取っていけるのか、取ったタワーを装備に変換してもう一度集団戦狙っていきたいですね。チーフスもこうどうしても戦ってしまっているんですけれども、スワイパーのナーをこう生かした1-4みたいな動きもできるんじゃないかなという気がするんですけどね。ただ今回のゲームでは徹底して集団戦に真っ向勝負を挑んでますよね。それが序盤のところではかなりリスキーな選択に見えたものの、ここまで来ると十分に集団戦戦える装備がキャリー陣に揃ってきているので、
どちらのチームにとっても次の集団戦がかなり大きな山場になりそうですね。次の集団戦が山場ですか。どこで発生しそうですか。今からタワーシージを行うサイゴンジョーカーズ、そのタワー下でチーフとして仕掛けていければかなり有利な状態で集団戦展開できるんですが、さあここで一つゲームが動くのか。ローの相手を奔放するような動きにスタンを使ってしまいました。ミッドレーンのところはスイファーが抑えています。ウィーバーボールはあります。森の中の視界のコントロールを取っていくのはサイゴンジョーカーズ。ウルフの魂、ワードの破壊、チーフスからすると中はもう真っ暗ですね。さあセレブリティが指示を続ける。ウィーバーボールで、これはセレブリティを孤独、いや縦のブロックでウォールを止めたぞ。素晴らしい動きだ。そのままの集団戦、スイフは捕まった。たまらずフラッシュアウトを選択します。エジも捕まっています。アルティメットを使ってなんとか逃げようとするんですが、おごりがある。手前に寄せられては逃げられない。キルを獲得はサイゴンジョーカーズ。今のところスー選手のタリアのアルティメットをブロックした動き初めて見ましたね。いやー、なんて言ったんでしょう、縦は壁よりも強し、まあ、そういうことですよね。そうですね。さらにあそこでうまくあのスイッファー選手に形を作らせなかったことによって逆襲に成功したと言えますね。いやスーのスーパーブロックです。ボットレーンのセカンドタワー獲得はサイゴンジョーカーズ。さあ一つ先ほどの一つ前ミッドレーンのところからの集団戦、最後の状況がうまい形が作れているというべきでしょうか。オブジェクトというものを手にし始めましたよね。タワー差5対1だったんですけれども4対5まで持ち直しましたよ。ここからですね、まだ集団戦、先ほど小さな小競り合いのようなものが起きたんですが、まだ大きな集団戦というのは行われていないので、次の集団戦やはりファーストエンゲージが一番重要になってくるのかなという感じはありますね。ファーストエンゲージとなるとサイゴンジョーカーズのアローですか。ただアローに対しては対策がもう装備的に十分取れていると言えるので、どちらかといえばハンヤン選手のグラガスから作っていければなという感じですね。先ほどからエジムをキャッチするような素晴らしいおごり使ってますよね。ボットレーンもう一度スワイパーが押し込んでいきます。やはりローと対面するとスワイパーの方が有利なのは変わらないようですね。押し込む形作れています。ただ残りの4人はミッドレーンの指示をかけている。こちらはチーフスが押し込まれるような形になっていますね。エンゲージのプレッシャーがありますよ。ハンヤが前に出てくれば下がるしかない。ただスイッファーのウェーブクリアも非常に早い。一度戻っていきますね。バロンが湧くまでは残り1分40秒のタイミング。ドラゴンは、次はエルダードラゴンになります。さあローに 1v1 を仕掛けていってるのはスワイパー、やはり強力ですね。アイテムビルのところで火力アイテム2つ積んでいるスワイパー選手の方に 1v1 ではやはりアドバンテージあるものの、ロー選手は防護をしっかり積んで集団戦に向けたビルドをしていると言えますね。お互い睨み合いのような状態になっています。これは狙いは何。おっとスワイパーソロキル。ロビタ、ゾニャを使う暇もなかったか。一瞬の出来事。ノックアップからのワンコンボで落としたんじゃないでしょうか。これ睨み合いのバランス崩れましたよ。一気にチーフスが前に出る。さあバロンまで40秒、デスタイマー31秒ですか。 TP もあるので人数差作れている間にバロン獲得とはいきませんが、バロン周りの視界はまず確保していけますね。チーフス側、さらに今ブルーをスティールしましたね。一度リコールを挟むようです。さあバロン、そしてエルダードラゴンが湧きます。ハンインヤンはエルダードラゴンの方へ向かってますね。おお、今最後ロビタ、リサンドラのアルティメットのモーションに入っていましたが使えませんでしたね。さあチーフスはバロン触りました。逆に
サイゴンジョーカーズはエルダーの方に寄っていましたが、少し遅れる形になりましたね。残り6戦、夜のは間に合いそうさ、ウィーバーウォールで、これは相手の進路をカットしていますよ。おっ、スイフカーのウィーバーウォールで寄ることができません。フリーでバロン獲得。ただこれを逃がす手はない。なんとかエンゲージがしたい。エンゲージがしたい。スワイプを捕まえた。氷河の烈火も入ってる。それはタンクだ。ダメージが通らない。逆襲、逆にチーウスが返っていく。ロビタが飛び込んでダメージを出してはいます。これはキャリーが完全にフリーです。レイズがダメージを出していく。ローが飛び込んではいますが、ここはしっかりとスプースがダメージを通し切った。2キル獲得、21交換はチーフスです。CC が豊富な構成とはいえ、この時間帯タンクからフォーカスしてしまうと、かなり厳しかったですね。結果としては1、2交換バロンも抑えられてしまったので、この後の展開のところ、たわしてきたタイミングで、後衛からフォーカスしていけるようなエンゲージ決めていけるか。これバロンバフなんですが、エルダー狙ってますか？さらなる有利をということですかね。まだトップレーナーが落ちていて、人数差がある間に抑えてしまおうというような感じですね。ただこれ、非常にスムーズに抑えられましたから、バロンバフとエルダードラゴンバフ、これ、両方活用できれば、一気に持っていけるんじゃないですか？可能性十分ありますね。3つ持ってますからね、トゥルーダメージもかなりのものです。最低でも1つインヒビターが取れるとかなり大きいんですが、あとはサイゴンジョーカーズがどのタワーで仕掛けていくかという判断をするかですね。何本目のということですよね。ただセカンドタワー残っているのはトップレーンサイドのみですから、チーフスどこを狙いに行くのか。まっすぐミッドレーンに向かってますね。さあスプークスが浮いたところを抑えたいですが、ここは間に合わなかった。アローもかわしている、読んでいる。そしてバロンを、いやそしてまたしてもウィーバーウォール、タワーが守れない。そっちに行かせてくれ。インヒビタータワーここ、そしてそのままフリーインヒビター、ボットレーンはスワイパーが押している。完璧だチウス、完璧なローテーション。インヒビタータワー、このまま2つ、いや、インヒビター2つ獲得できそうですか。なんとか追いついた。ここからエンゲージ、相手のキャリーを捕まえていきたいが届かないか。範囲はなんとか、おごりで捕まえた。レイズにダメージは取っている、取っている、がキルに繋がっていない、生き残っている。最後の上数、もう一度ロビタが無理やりなエンゲージでなんとかキルは通したが、逃げることができない。まだまだ残っている。スウィッファーがダメージを叩き出す。スーが盾を張ってなんとかダメージをカバーしていきたいですが、スプークスがクアドラキル、そのままインヒビター2つ目獲得。これはもうエンドゲームでしょう。残っているのはセレブリティのみです。さあ前に出る。ナーはかわしていますが、そんなのはもう問題ない、関係ない。ネクサスタワーを破壊していきます。1本、そしてもう1本、そしてスイヒコは 1V1。 セレブリティここキルを取っていきました。取ってはいったんですが、味方の復活が間に合わないか。大量のミニオンが入ってきて、このダメージに耐えられない。 IWCQ2016 Day2 マッチ5、勝利したのはチーフスとなりました。さあ選手の大きな掛け声聞こえましたね。やはりこのゲーム大きかったのは、中盤のところでサイゴンジョーカーズが自分たちの強みを生かしきれなかった、エンゲージ構成を生かしきれなかったというのが大きなポイントとなりましたね。逆にチーフスはそのエンゲージ構成相手に自分たちから仕掛けることによって相手のリズムを奪っていくようなゲームメイクでしたね。普通あまりないですよね。なかなか見ないだけに、ちょっとこう僕言おうか迷ってたんですけど、かなり、隣のリルベルさんがちょっと混乱してるなと 思いながら 進めていたんですけれそうどですも、ね。本当にそういう展開でしたよね。サイゴンジョーカーズ、エンゲージ構成なのにエンゲージされたところから集団戦始まるというのにかなり戸惑っていた印象を受けましたね。ずっとそういう動きが続いてしまったということですよね。さあここのところまずファーストブラッドを抑えていったのはセレブリティだったんですけどね。この辺りでも、ここで初めて一ついい形で集団戦を行えたんですが、ただもう開始30分経っているんですよね。本当はもっと早く早くですよね。18分から25分の間には、
しっかりと集団戦を起こしていきたかったですよね。サイゴンジョーカーズから仕掛けて自分たちの綺麗な戦いをしたかったということですよね。はい。これはもういつもチーフスから始まってるんですよね。まあ、ここは一つ返した集団戦ではありました。ここから2回ぐらいですか。そしてこれバロンを取った後の集団戦ですね。全く削れませんね。そして逆にキャリーがダメージをしっかりと出している。やはりここのところはタンクから無理やりフォーカスしていったというのが、いい形を作れなかった一番の要因でしたね。さあ、ここから一つの見せ場、スプークスのクワドラキルですね。もうタリアの、ダメージ、集団戦のダメージがこの時間帯はもう凄まじいことになってますからね。最後の最後、まあ、レイズ落とされはしましたが、生き残っていたからこそ最後、ロビタ前に出ざるを得なかったというところありますよね。はい。そして、クアドラキル。最後は、まあ、セレブリティ2キルは返せたもののという形でしたかね。やはり30分を超えて相手にエンゲージに対するその、なんて言うんでしょう、対抗策、まあ具体的には殺手ですよね、を買われてしまったのが痛かったのかなと。その準備がしっかりできるまで自分たちの形を作りきれなかったのが、まあ敗因として挙げられるのかなという感じでしたね。さあ、これで今回 Day2 ではチーフさん2勝を抑えたという形になりましたね。さあ、それでは IWCQ2016Day2 は以上をもちまして終了となります。明日は予選ラウンド Day3 をお送りいたします。放送は本日と同じく朝5時から本チャンネルにてお送りいたしますので、そちらもぜひご覧ください。それでは本日はこれにて失礼いたします。